ありがとう、ありがとう。うわ。くっさうわうわ、くっさすっげえ。おめえ、ケツに三角コーナー買ってるやろ。せーの。どうも、せーなると、ケントと、まさきだ。どうも、たつきです。ということで、今回の企画は、この主役は誰だ？みんなで合わせろゲーム。よいしょー。かわいい。そう、YouTube やってる上で、いろんな撮影してくるじゃないですか。うん、そうですね。その動画一つ一つに、主役というものが出てくる時があるじゃないですか。あるね。ああ、確かにね。例えば最近上がった動画の、のすけドッキリ。うん。タバコドッキリか。タバコドッキリ。まあそうなんだけど。どういう動画そうなんだけど。タバコドッキリはのすけが主役じゃないですか。それ分かりきったのもあるじゃないですか。だけども、それが分かんなくて、今日俺が主役だなっていう人が、2、3人いたら、迷惑なんですよ。頑張りすぎ？頑張りすぎ。頑張りすぎなんだ。事故っちゃいそうだもんね、確かに。そこで空気を読んで、主役を当ててもらいたいわけですよ。なるほどね。今日はもうこいつの日なんだっていう風に撮影しないと、うまくいかないと、撮影が。ですので、今回は僕がテーマを与えるので、その主役と、まあ、回答があったら、回答。まあ、例題で言うと、乃木坂46のメンバーといえばって言ったら、秋元康みたいな。主役秋元康俺らの中でな。そうそう。さつきみたいなこと。タツキとアスカちゃんみたいなのを2つ答えれたらパーフェクト。あーなるほど、うん、アスカちゃんってだけのもタツキってだけのもあるかもしれないけど、だからその人のイメージっぽいお題の人を言えばいいんだ。そう、これはじゃああれですか、一番点数が低かった人は言うなーと思ってる。あーケント好きだよね。好きだねケント。好きだよね。お前だよいつも言い出す。そしてお前一番引っかかってるんです。そうだよお前一番背負ってる人。1ヶ月本日の主役。もうご褒美じゃん。今日の主役。今月の主役。じゃあ、今月の主役も、1ヶ月ずっとつけてもらえますか？つけてもらえますか？好きなんだ。私生活でも。私生活でも。私生活でもつけるんだ。私生活でも。はい、ということで、はい、1問目は、新世紀エヴァンゲリオン。うおー！いやー！勝った！今回はこういう風に答えてもらいます。ツンズじゃん。さすがに北海道だ。いや、ツンズな。さすがに黙ってるよね。ツンズ！つんずい。この中で誰かを選ばなきゃいけないってことでしょ。そう、そこの空気を読んでほしいわけよ。うわー、めっちゃむずいわ、エヴァンゲリオン。俺でも結構一択かもしれない、これ。え、俺もいけるかも、いけるかも。おー、これ一番目で全然揃うの。いや、なんか、ケント言いそうだわ、こうやって。あー、大事だよ、それ。ケントこうやって言いそう。それに合わせれるかもしれない、俺は。できました。できましたか。はい。はい、では、一斉に、どうぞ。せーの。はい綾波レイで、ハルト。あー、そっち行ったか。主役、ハルトで、綾波レイ。おで、主役、マサラキで、怒り剣道。ボケよった、こいつ。え綾波レイだろ、どう考えても。そっち行ったろ。そっちしか行かないって。これしかないだろ。ね。いやいやいや、俺が綾波好きなだけだって、それは。いや、違う。いやいやいや。やっぱ、あれの印象が強い。スマブラのさ、エアナミレイ。あれか。いや、俺が作ったんじゃないんだ。あれが作ったあれが作ったふざけて作ってる。いや、でも動画を撮るってなった時に、俺が綾波になるのかってなったら、ちょっとそれ違うなって思ったの。確かに。俺が剣道やるだったら剣道やった方がいい。エヴァに乗れってやるの。そうだそう。でも、ハルトも1であるな。合わせ方的にはこっち正解なんじゃないのってちょっとね、思った。すひろの動画としてっていう考え方。これを読んでってほしいわけですよ、なるほどね。難しい。結論はどうする？でも俺気持ちこっちだよ、俺は。ああ、そう。じゃあ、まさき言動になりましょう。やりましょうか。いや、もしやるとしたら。やるとしたら。まさきが言動。これ正解ってことになるんだもん。てぃ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 。昼にそれ正解。昼なのにこれ正解。わからん。あなたは知らないわ。俺が守るぜや。田舎者の悩み。田舎者の悩み。渡すって言って。渡すが守るぜや。じゃあ、2問目。はいはい。お題は。トワイスのメンバーといえば、いやーここかここでか。議題の中心となる人物は誰かと、その人がどのメンバーを推すか。はい。いやちゃわ。むずい。いけるって。むずいわ。書いてるもんこの人。これむずいわ。待って俺トワイスを全く知らないからさ、メンバーの名前がもうほぼ出てこないのよ。ああそうなんだ。だ誰が誰好きとかでさ、結構会話するじゃん。うん、そのメンバー。うん、全部そこするムーディー勝山してたから。うわもう違う。待って。マジで？うん。あ、それは危ないかも、ちょっと。え、じゃあこの人しか知らないってこと？誰が誰好きなのか全然わかんない。え、ムーディー勝山すぎるだろ、それ。うわぁ、悩むわ。コーヒー。コーヒー？唐突だな。クリスタル系とかいる？
対いない。絶対いない。ブルーノマーズならいる。ブルーノマーズいる激アツだね。書いちゃうよ、ブルーノマーズ。ダメで。あれにしめる。全員、末広メンバー全員楽しめる。どうする？そうしたらちょっと答えすぎ。そうしたら答えは変わるよ、うん。じゃあそうしよう。これにかけたもん、一応。ちゃんちゃんだ、チキチキバンバン。ちゃんちゃんだ、チキチキバンバン。悩む必要もない。なぜなら分からないから。いや、もう、いや、変えない。変えないわ。おせーの、はい。ハルトでダヒョン。ハルトは？ハルトでダヒョン。まさきは？たすきでサナ。あー、いや、そっちもある。そっちもある。そっちもある。惜しい。あー、でもここあったね。ここあったね。いや、俺、メンバーは、本当にたすきかハルトで迷った。で、ハルトは、こっちに回りたいんじゃないかと思って、回答者側。あー、なるほどね。たすきは出題者に回ってるんじゃないかなと思って、こっち行ってみたんだけど。いや、惜しいですね。さっきから一人それだから。そうだね。まあ、俺の方がファンなんじゃないの？そうだ。なるほどね。確かに。そうか。なるほど。トゥワイズの、ちょっと待って見て。トゥワイズの。あ、C だ。C じゃん。トゥワイズになってる。お前、出て、おう。じゃあ、スライド、出て、おう。気づかねえ、ふり。やめれ。やめれ。これはもう、俺とハルト1点ってことで。そうだね。もう2点だよ、もう。お、いいね。1点。まさきが0点と。0点。髪長いだけ。今のところね。髪長い空気読めないです。最低じゃん。最低だ。最低だ。最低なんだ。髪は長くていいな。別に。じゃあ、3問目。はーい。はーい。これもトゥワイスと同じ系統で。B、0から始まる。なーに？世界生活。また好きな女だけど。これは結構、末広ファン多いですよ。どうしようかな。末広の中で。末広の中で。うわ、難しくなった。みんな一人一人推しキャラいますからね。いるんだよね。そうなんだよね。で、ちゃんとみんな好きだからね。そう。結局一話しか見てない。やめてほしい。やめてほしい。追放したい。うわー、むずいな。まさきロムジーとかって。お前らが言ってるだけです。まさきロムジーはもう、言動まさきパターンだもん。そうだね。誰だろう。みんな好きやんだ。これかなり難しいね。いや、でも思考は一緒なんだよな。これ企画会議してんの？そこの、その動画のさ、あれ深掘りしなくていいね。どういう動画を撮るかって。昨日の今日だから。昨日ネタ会議昨日ネタ会議したから。そこ追求したら終わんないから。終わんない。バカむずい。どれに絞ればいいのかわからん。キャラわからん。待って、一夜式見てなかったら、あ合わせれるかも。もうそれ逆にヒントいないから。いや、でもキャラは知ってるよ。ああ、そう？名前と顔は一致してる。これも。トゥワイスと一緒。一致してんだ。名前と顔は一致してるけど、何者かしら。どういうキャラかもしれない。そう、モンストのガチャで人しきり当ててるから、キャラは知っとる。では、一斉に、どうぞ。せーの、おどうやハルトでベアトリス。お、ハルトは？ハルトでベアトリス。うわぁ、知らないよ、トモヤでレム。うわぁ。あ、小田中レムだったっけ？いや、トモヤな。ラムだね。はい、ダウトです。それはダウト。知らないんだって。うわぁ。うわぁ、また一人だ。いやぁ、不安ない。いや、まさきでもね、不利だね、ちょっと。不利。さっきから俺の趣味外。エヴァは、エヴァは、そうだね。いえ、惜しいね、また。もうここ二人の行動どんなの？ちなみに。これはね、またハルトかなって思ったんだけど、でもやっぱり、ベアトリスのイメージが強くて、ハルトのね。エミリエかちょっと迷った。俺も、ケントエミリアか、タスキラムか迷った。エミリアもね、スマブラのキャラで僕たち作ってるんですけど、エミリア A ね。エミリア A ね、アルファベットのね。俺はね、トモヤが企画した動画ってまだないから、ああ。見てみたいっていう希望的観測だね。もう、本当にわかんないから、リゼロに関しては。見てみたいで、ちょっと一票投じてみてもらって。いや、いいね、でもさ。これがちょっとラムだったら通ったけど。ただ通った。うん。企画的に。ラムだったら企画通った。じゃあ、ラムで通すわ、今度。ちょっと小田中企画も見てみたい。いや、いいね、それ。そう、あいつ多忙だからさ。まさきのロズワールも見たいよね。あ、それめっちゃよぎった。ちょっとめっちゃよぎった。ロズワールは迷った。ロズワールっぽくない？うん、めっちゃよぎった。西まさきだーよって言ってみて。西まさきだーよ。おー、ロズワールだ。ロズワールだ。わからんのよな。まさきっぽいよ。あ、そうなんだ。髪長いし。あ、確かに。髪長いだけやん。もっと出せやん、今日。やばくない俺。大丈夫もう巻き返せる ?3、2、0。0。0。空気読めないやつだ。空気読めないわ。じゃあ、4問目は、ウルトラマン。うおおウルトラマンもいっぱいいますよね。俺、ウルトラマン、一回も見たことないです。あ、そうなんだ。そうだよな。うわぁ。これ、ちょっと、むずいんじゃない？これ、
ウルトラマンね。いわゆるあれだね。ウルトラマンシリーズだよね。あ、そうそうそう。なんかでも、ウルトラマン自体は見たことないんだけど、マサアキがね、小学校の頃、しょっちゅうフィギュアを持ってたんですよ。へぇ。それの記憶しかちょっとなくて。機動力とか？そうだね。でも、そのモンスターの名前を聞いたことないから。怪獣？怪獣くる。怪獣くる。あるね。怪獣のキャラ。待って待って、怪獣入れたらもうさ、幅めちゃめちゃ広いです。無限よ。いるけど、星怪獣。おしっこするわ。しゃじゃああ、待って、あ、ビビビってきた、これ。ビビビこれビビビってきたわ。ビビきた。うん、これビビビってきた。もうこれ一択だわ。ヒントがまず、マン知らないだろうな。マン知らないけど、2、3体は知ってんのよ。うん、有名なことは知ってる感じ。怪獣とウルトラマン含めて、まあ3体ぐらいは知ってる。本体しか知らない。わかったわ。じゃあもう、俺はこれでいこうかな。できましたか？できましたよ。ゴロリやつ。できたよ、ワクワクさん。じゃあ、せーのでお願いします。せーの、はい、翔太で M1 号。うわそっち行ったか。俺でメビウス。マサアキでメビウス。よいしょ。よし。え、マジ？マサアキやっぱメビウスだったから。メビウスですね。あ、そうなんだ。はい、ウルトラマンメビウスが一番好きなんです。っていうのを前話してて覚えてるよ、俺は。翔太 M1 号。でしょ。いや、まあ確かに、水平で動画撮るってなったら、翔太 M1 号はある。それは違う。翔太が M1 号なだけで。ただそれ、マサアキでもできるもん。あマサアキで M24 号が書いてたね。それ正解かもしれない。それ正解だわ。マサアキで M24 号。これ正解どうなの？これ。これ正解じゃなしなの？なしなしなし。おいおい、せっかく揃ったのに。なしだ。マサアキ M24 号で回答出るわけないから。模範回答でしょ、もう。なんか納得しちゃったもん、今。じゃあ、ラスト問題。おー。242,403 ポイント。西にさーん。なんだったんだ、俺の努力は。せっかく2ポイント取ったのに。ポンポンポン。さあ、ここで正解を出します。意味ねえもんな。いや、最後は熱いですよ、これ。最後は、すき家。すき家の牛丼といえば。うわー。牛丼といえば。これ合わせられるんじゃないか、もしかして。どうよ、お前ら。これ合わせないとダメだろ。どうよ。待って、これ、いや、あ、いや。いけんじゃねえか、これ。いけるか。これいけるわ。牛丼だもんね。うん、そう。牛丼。高森浩二はダメだね。高森浩二。ほんとに、本心高森浩二書きたい。牛丼だったから。うわ、やばい、外したくない。やばい。スキヤヘビーユーザーだ。スキヤしか行かないから。スキヤしか行かないから、本当に。よくよく考えてみてって、頼むから。これ思いついたときやばいわ。いつも言ってる名前。ちょっとハードル上げるだけ上げてカスだったりするから。ありがちなしかもこういうクイズ系ね、よくあるし。ヘイプに書かれてね。ガッキー以外では、しこらへんで。チーンって。誰いるそのメンバー。やばい名前。オッケーオッケー、タイタイタイ。月夜さん、高森浩二さん、CM ください。好き好き好きです。好き好き。じゃあ、ケント歌詞間違ってるわ。ちょっとずれてるよね。違うね。好きです、好きです。好き好きだよね。好き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 って言ってた。言ってた？好きすぎた。好き好き。一緒に食べよう。すき家の牛丼。プルルンテテテン。すき家レディオ。来たー。どうも皆さん、こんにちは。お前だね。ジャレリオメインパーソナリティの高森浩二です。うわ、うまい。うまい。そりゃそうでしょ。高森浩二ありだったらさ、もうみんな。高森浩二だね。なんなら主役高森浩二だよ。え、ほんとにやばいかも。マジでやばい。いや、俺もわかる。いいのがこれでって思う。ほんとかって思う。今回好きな主人公は誰だ？では、一斉にお願いします。せーの。あー！たつきで牛丼キング。つゆだく、なし。ハルトで、チー牛。おう。マサアキで、キム牛。あ、全員バラバラ。ちょっと待って、ケント何？いや、ケントのはバラバラ。こいつまたやっとるわ。どういうこと
いや、牛丼波じゃん、タスキ。波。タスキといえばね。波。けど、これを主役として、YouTube の企画としてやるなら、俺はタスキに牛丼キングの強弱なしを食べてもらいたい。それ、願望やん。タスキはさ、米嫌いじゃん。うん。米嫌いだから、キングってさ、米大盛りの3倍なんだよ、確か。ああ、そうだ。だから、もう罰ゲームみたいにはなるけど、そのタツキに牛丼キング、つゆだくなしで食わせてみたとかさ、できそうかなって。けど、これは誰にもわからん。うん、マジか。合わせる気ない。合わせる気ない。合わせる気ないわ。合わせる気ないわ。合わせる気ないやろ。おいおいおい。これはもう俺の願望です。みんな見たでしょ、今。こいつがハードル上げた時もう本当にダメだから。ダメなんです。ダメです。自然体がいいんです、この人一番。事故がいいんです。そう。俺がチー牛にしたのは、こう好きや行く前に、わぁ、どうしよう。やっぱ今日はチー牛避けようかなって言って、いや、じゃあ俺山かけにするわって言うじゃん。で、店員さん呼んで、すいません、チーズ牛丼何盛りでって言うのがテンプレなんだよ。確かに。そう、これからって思った。これはわからんと思った。俺これは違うと思う。何つなのこれ。これはドロードロー。誰にもポイントは与えられず、全員好きや大好きで終わった。いや、これはサドンデスゴーだね。これはサドンデスゴー。今回のこの動画の主役は誰だったと思う？今、何問目みたいな問題来たわ、今。これはもう、名前だけでいいですもん。名前だけ。名前だけでいいです。うわぁ、むず。そう、なんか、心理をついてきましたね。名前だけだったらもう揃うんじゃない？でも。もう3分の1。信じてるぜ、お前ら。うわぁ、わからん。だから自分が編集するとしたらこの人主役だなっていう人を決めなきゃいけないってことでしょ？そういうことだな。だから、これは人によっては主役変わるかもしれない。編集する人に。いや、今日そういうゲームでな。人によって違うから、揃ってないんじゃん、今日。いやー。わー。いや、まさきなら絶対こう書いてる。いや、もうこれ三択でしょ、ぶっちゃけ。三択だよ。三択でしょ。じゃあもう三択にかけるわ。全員三択にかけてる。さっきから状況のせいでしかしてないわ。今日ずっとそうなのよ。これはもう、わからません。何それ、お前が今。よし、やっぱりそうだ。では、行きましょう。お願いします。せーの、はい。そうだ。ケント。ケントは？ケント。マジで？まさきは？俺。開けてよ。いや、まさき、正解だよ。今主役になった。いや、そう。俺はこれを見越して、見て、もう本日の主役まさきって書いてある。これで終わるのをみんなで揃えて、もうこいつに罰ゲーム着せるっていう流れで終わりたかった。1ヶ月だ。投げー。いいだろう。じゃあ、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。